はい、えー。皆さん、こんばんは。こんばんは、えー。今日は長くなりそうなんで、先に質問を読みます。あはい。お願いします。はい、えー。質問です。はい。水準、標準と基準の使用の違いを教えていただきたいです。よろしいでしょうか。新登録者です。本当に素晴らしいチャンネルだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はいおっと難しそう。標準、水準、基準。 あ、間違えた。水準、準、準。標基まあまあ順番はあれですけどうんうんなるほどはいどうでしょういや似てますねまあ響きはね同じ字だしね「順」っていうのそうそうそう漢字がちょっとずつ違うからそこで違いが出てくるんだと思うんですけどそうだねこれさ日本語勉強しててさこれに当たる <laughs> この違いについて気になる時ある <laughs> すごいねいやレベルが高いよね,ねこの言葉をその話してる時に使うのかって言ったら、うん、全部そんなに出てくる言葉でもないのかなと思うんですけどまあある程度のそうそうそうレベルに達した方なんでしょうね日本語がいや素晴らしいですねもうこの 初心者とかじゃなくて、うん、もう結構こう、なんていうの、まあネイティブじゃないけど、うん、結構かなり高いレベルで話せるっていう人でしょうね。ねえ。うん、いやー、はい、本当にびっくりです。で、その今言ったのが水準ですね。<laughs> そうね、そうね、いきなり。はい。はい、<laughs> まあ今水準っていうのがいきなり出たんですけど、うん、水準っていうのは、そう、今言ったような感じです。うん,う,んうん。だから今の質問者さんの、 日本語の水準が高いいっていう感じです日本語能力の水準が高い。うんはい、で逆に、日本語能力の水準が低いっていう感じだと、あの、なんていうの、まだその、あいうえおとかそういう感じ。こんにちは、みたいな。とかそういう、まあ、そういう、なんていうんだろうな、これぐらいの、これぐらいです、みたいなのが水準っていう意味ですね。 そうなんです。はい、で、他には、あの、使い方で言うと、まあ、教育水準とか、はい、生活水準っていうような言い方をして、うん、まあ、教育水準が高い、教育水準が低い、みたいな感じで、あの、さっきもそうですけど、水準っていうのは高い、低いっていう話なんですよ。そう。数字にはならない。うん、だから、例えば、教育水準が50点とかじゃない。 そういう言い方はしないけど高いですね低いですねみたいなことを言います。うんうん、なるほどで。例えばで言うとあの、えー、この地域は、えー、隣の地域に比べて生活水準が高い。はいはい、例えばこの町にはコンビニがあったりスーパーがあったりとかあの公園があったりとかすごく便利にできてるし、うん、あとは会社も充実してて みんなそれなりにお金を持っててなんかいい感じの生活をしてる、はい、生活水準が高いです、うん、でも隣のあっちの地域はもう高齢者しかいなくて働いてる人もほとんどいなくてあのバスでねあの大きい町まで買い物に行ったりしなきゃいけないしでお金がないからあんまりいいものも買えなくてあのまあなんとか頑張って食いつないで食いつないでっていうのは難しいけど食べ物をなんとか確保してね やってますうん、うん、ま生活水準が低いいみたいなまあ教育に関してもそうで教育水準が高いっていうのはまあ簡単に言えばですけどあのまあなんか頭がいい人たちがいっぱいいるみたいなそういうイメージですけどねうん、うん、そういうわけじゃないんだけどあので低いっていうとあの勉強したいんだけど勉強できる場所が少なくてあのどこでも習うことができないみたいな、うん、そういうことですねそうだね。うん それが水準なるほどはいで、えー、次は標準ですねうんうん、うん、で標準っていうのはえー、っとちょっと難しいんだけど、うん、わかります私の中では何だろう真ん中おお<ー>真ん中のあたりこれが標準だと思ってましたはいはいはいあいい,い,い,いいんじゃないですかいいですかいいと思います <laughs> いいと思います <laughs> はい、はい、あのまあ 平均とかにもちょっと似てるけど、平均とまたちょっと違う。今言った真ん中ぐらいってのはちょっといい感じですね。いい感じ。なんか、多くの人がそこにいるみたいなイメージですよね。そうそうそう。例えば、一番よく使うのは、標準語っていう言葉がありますね。おお。あ、そうだね。はい。あの、例えば、大阪弁でもなく、 うん、広島弁でもなく博多弁でもなく標準語みたいな。な、うんはい、標準語ってのはなんかみんななんとなくこう多くの人が分かるし多くの人が使ってる言葉みたいな。うんうん、でまあ真ん中みたいなすごくいいと思いますね。なのであの、まあ、変な言い方をすると、まあ、普通っていうことですね。だから 標準的っていう言葉とかあるんですけど、うん、なんか、標準的な生活をしている家みたいな。だから、別にお金持ちでもなければ、すごく貧しいわけでもなくて、まあ、みんなと大体同じような、標準的な暮らしをしている。はいはい、標準。っていうのが、さっきで言ってた、生活水準が真ん中辺の人です。そうね。はい。高くもなく、低くもなく。はい、うん。 中ぐらいいってううことですそうだねそうだからちょっとイメージがかぶります確かに真ん中の辺の水準っていうのを標準っていうイメージですなるほどはい、うん、ちょっとややこしいけどねうんうん、うんうん、でで最後がですね基準基準ねこれは結構違ううん他とは違いますねうんうんどうですか で説明するのが難しいんですけど、うん、イメージは頭の中にあるんですけどちょっと言葉にするのが難しいですうん、うん、教えてくださいはい <laughs> えっと、ま、基準っていうのはなんかこう線を引くようなイメージうん、うん、で例えば今回のテストテストやります、うん、100点満点のテストがあります、うん、30点が基準30点より上の人は 家に帰ってもいいよ、今日、うん、30点より下の人は今日は全部解けるようになるまで学校で居残りして先生と勉強しましょうみたいなはいはいはいそうだからここにそのボーダーラインみたいなのを引いて線があるんだねそうこれより上これより下みたいな感じで何かを決めるための判断するそのポイントになるというかうん そういうのが基準になります。なるほど。うん。わかりやすいです。はい。うん。そうなんです。はいはい。どうでしょうか。いや、よく理解できました。はい。違いますね。大程度ね。うん。まあただあのそれぞれがこう同時に出てくる状況っていうのはあるんじゃないかなと確かに思いますね。似てるけれどもちょっと違うので。うん。 しかもちょっと難しい言葉じゃないですか。こう、うん、文章とかで書いてあること多いかもしれないです。すべての言葉がね。うん。うん、例えば、今回のテストね、まあ、標準的な生徒であれば、基準をこうクリアできるように作ってあるんだけど、うん、ちょっとこう、教育のね、水準が低い生徒たちは、ちょっと難しいかもね、みたいな。ありそう。そう。だから結構、 ええってこうなんかこう頭がこうねぐちゃぐちゃってなっちゃうんだけどまあ冷静にこう考えると結構意味が違うんでっていうところですかね確かにそういう分ありそうですねありそうですよねありそうありそうテストとかでねうん、うん、よくありますよねうん、うん、まあこの似たような言葉にしちゃうところがねそうだね、うん、あんまりよくないなと思ったりしますけど日本語はいっぱいあると思いますありますねうん、うん、あとは ちょっとこれ関係ないんですけど、うん、あのこうなんか定規みたいなやつに、うん、こうあ泡みたいな水みたいなのがついててこう傾きをこう見るはい,はい、はい、あれ水準器っていうふうに言いますね。 こうどっちに傾いてるよみたいなこう真ん中に出るじゃないですか。あれ水準器ですね。そうですね。はい。そういうふうに言いますね。確かに、はい、水準器だね。はい。うん。それは今言ってた水準っていうのと全然意味違うんですけど。<laughs> あそっか。まあなんかこの傾きをこう見るみたいなそういう水準みたいな言い方をしますよね。うんうん <laughs> 同じ言葉で意味違うのああありりりままますすすよねそこがちょっとややこしいんですけど、うんはい、もしお役に立ててればいいかなと思います。はい、ということで今日は標準と水準と基準の違いのお話をしました。はい、ありがとうございました。ではでは。